ローマ教皇庁教皇議典室は、ローマ教皇によって行われる典礼や諸儀式を準備し、実施する責任を負うローマ教皇庁の機関である。5年の任期で任命された、議典長が率いる。教皇議典室と顧問は、教皇が第二バチカン公会議後に制定された、典礼上の修正についての彼の解釈を表現する際に、それを指示し進める。教皇は、時には、 公会議後の改革を支援し、以前の観光を復元し、さらに革新を導入した。2013年9月、教皇フランシスコは5人の新しい顧問を指名した際、公会議前の天礼観光への復帰を促進する、教皇ベネディクト16世によって任命されたものを、いずれも含めなかった。ベネディクト16世は、劣勢のために、公会議以前の要素を儀式に戻したが、 フランシスコはそれらを取り除き、さらに式を短縮した。この期間は16世紀以来、星座に存在しているが、その名称や意味、責任の範囲及び組織は変更されている。現在の形式は1970年の第2、バチカン公会議後、教皇パウロ6世によって確立された。主に公会議によって導入された一般的な、天礼改革に関連していたため、 教皇儀天室は以前よりも重要である。1988年6月28日、教皇ヨハネ・パウロ2世は首都検証パストール・ボネスで教皇儀天室を改革し、新しい能力と任務を与えた。2019年1月19日、フランシスコはシスティーナ礼拝同性家隊の責任を教皇皇帝管理部からこの期間に移した。 教皇フランシスコ2015年サラエボフランシスコが任命した議天長グイド・マリーには伝統主義者として知られている。議天長の任務は教皇の指示に従って行動し教皇の好みを総例につなぐことである。議天長は教皇の神聖な行事を補佐することに加えて会議の間、数奇教のローマの名義教会での着座。 そしてミサや他の重要な宗教的礼拝の際など様々な機会に数奇教を補佐する。数奇教が任命されると儀天長は儀天室の一人を数奇教に割り当てる。ありがとうございます。